北緯36度4分47.6秒、統計139度43分6.8秒、北緯36.079889度,度、統計139.718556度、36.079889、十3 9 7 1 8 5 5 6来電神社は、埼玉県札手市中4丁目21番10号に、所在する神社である。この来電神社は、 和啓一氏名、廃止丘の御玉の命、菅原道真の御柱を祭人とし、古くには、民屋の小殺手領の総鎮寺であったが、明治維新後の1873年4月以後は、尊者に指定されている。本殿は1844年11月に上等の再建が行われており、1856年6月2日にも再建が行われている。 雷電神社の由緒としては、第十一大水仁天皇の十年のある日に天地が、神像雷鳴し、水田中に身の丈七寸余りの黄金の御神像が、天から降り、村民の誰もが驚いた。村民は一社を建立したが、当時周囲には、水田が広がるのみで、民家はなく、わずかに、当神社が建つのみであった。ゆえに、水田の中にある社宮ということから、 世の人々はこの地一帯をダミアと呼んだというものである。また、雷神は水との関わりが深いため、特に農民からの信仰を集めた。他に、社殿の裏手に、古武神社、イボゴンゲン、暴走宮と掘られた石が建立されており、皮膚病の人々の信仰の姿を知ることができる。経営大社として、稲荷社、名称不明の一社、御オ火山が祀られている。 境内施設として、本殿、鳥居、案内板、孫舎来殿神社と彫られた、石碑、狛犬一帯、灯籠、長寿社、力石、境内社がある。石碑は、伊勢大大岡倉、伊勢三宮記念、田宮町子供御し新町記念、二十三夜等、法能畑奈良瀬九保、猿田彦大御神、稲荷大明神、御嶽山、三笠山、関心業者、 両部江戸水神宮、古武神社、伊保大権現がある。その他、火山、オリエンテーリングのチェックポイント、タミヤ治会館、椿の木、牧の木、ケヤキの木、イチョウの木、モミジの木、サツキ、ヤツデ、シュロ、ササなどである。ありがとうございます。